皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日もゆかりが最新ニュースをお届けします。本日のニュースはこちら。連日、お隣では何かあれば、ろうそくを持って抗議をするという通例行事が見られますが、なぜ、ろうそくを持って集まることが始まったのでしょうか。本日は、お隣のろうそく集会について話していきます。ぜひ最後までご覧くださいね。暗い夜の街に、ろうそくは明かりを灯します。小さなろうそく一本では、それほどの明るさはありませんが、数十本、数百本、数千本と集まったら、大きな光になり、その光は暖かさを放ちます。ろうそくの光は苦しく、悲しい心に癒しを灯してくれます。お隣のろうそく集会は、米国から派生したものとのことです。2002年、米軍の装甲車に惹かれて帰らぬ人となった、ミソンちゃんとヒョスンちゃんを追悼するために作られた祭壇の前にろうそくが点灯された後、お隣社会では、大将の懸案に対抗するため、ろうそくを持った行列が街を埋めました。ろうそくは誹謗を意味します。自分が正しく、あなたは間違っているからと石を投げたり、棒を振り回す代わりに、あなたは間違っているとの主張として、一本のろうそくを灯します。ろうそくに火をつけてお願い事をするように、ろうそくをつけて供養するように、私の心から納めようと決意をするのです。このろうそくは、米国の追悼の事件を真似した理由として、慰安婦問題に対して、元は、在韓米軍向けの抗議に対して、米国で使われていたろうそくでの追悼をしたことを、米国へのメッセージとして真似たと言われています。それが、思いのほかうまくいかず、いつの間にやら日本向けにシフトしている状態とのことです。ろうそく集会は、お隣人が初めて行ったものではありません。1978年に米国サンフランシスコ市議員だったハーベイ・ミルクが銃により帰らぬ人となった後、3万人がキャンドルを持って彼を追悼しました。チェコスロバキア時代に独立を望んだスロバキアの市民が、プラハでキャンドルに火を灯しました。ミソンちゃんとヒョスンちゃんの悲しい事件の以前にも、お隣では、ろうそくが街で灯されていました。軍事政権を引き下ろした87年6月の市民抗争の時にも、少数ではありましたが、一部の人々がろうそくを持って街に出てきました。政権に対して打倒を叫ぶプサン市民も、ろうそくを持った手で、武装した警察に対抗しました。巨大な保守集団が、進歩成功の故・ノムヒョン大統領を弾劾した2004年、道に出てきたろうそくの隊列が世界を驚かせました。2008年に、米国産牛肉の輸入に反対する子供、女子高生、主婦がろうそくを持って街に出てきて、デモの様相は急変しました。血気盛んな、情熱をコントロールできない学生がするものだったデモに、母親がベビーカーを引いて登場したのです。ろうそくを持った少女、ろうそくを持った母親、ろうそくを持った高齢者の姿を見て、幼い学生と主婦たちの政治意識が高揚したと歓迎する人もいました。元は、追悼の意味を込めて行っていたろうそくでの追悼が、今では乱用されていて悲しいですね。本当に意味のある抗議ならいいと思いますが、意味のないこのような行動は、国家も国民も萎縮、他国からの見る目も変わり、さらなる低迷に導いてしまうものです。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？今後取り上げてほしいニュース、情報などあれば、どんどん教えてください。みんなと一緒に、楽しいチャンネルを作っていけたら、私も嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。